こんにちは、粟田洋介です。最近頭が少し固くなってきて、なんか絵を描いててもアイデアがあんまり出てこなくなってしまいました。そんな時は私は線画を描くことにしています。私は線で絵を描いてると結構アイデアがポンポン出てくるようになります。私の場合線画が得意なんですけど、なんか全体のシルエットを描いてって、そこからアイデアが膨らんでいく人もいれば、なんか塊みたいのを描いて、そこからアイデアが膨らんでいく人もいると思います。同じように線画で描いていても、なんかコントロールしながら描いているとアイデアが出てこなくなったりします。なので一回コントロールを外して、好きなものを好きなように描いていくっていうことをたまにすることが、アイデアが出てくるために必要な練習とかトレーニングになるんじゃないかと思うので、今日はその線画を私が好きなように描いていこうと思います。ちょっと今日はあんまりアイデアがスラスラ出てくるって感じじゃないんですけど、ちょっとここから色を塗っていこうと思います。得意な手法を使って、私の場合線画なんですけど、修作を描いたり下書きを描いたりして、それから線画ではない筆で絵の具みたいな方法で仕上げていくっていう方法もあるんですけど、多分その方法が一番いいと思うんですけど、私は修作を描いたり下書きを描いたりするのがめんどくさいので、線画は線画で仕上げて、それで何回か描いていくうちにアイデアが出てくる頭になってきて、それの頭で筆とかで絵の具で描くみたいなことをやっていくっていうのが今の私のやり方です。あんまり合理的じゃないですけどね。でも絵の具でいきなり描いた時は、なんかその方がバーって描けるので、なんか私自身に合ったやり方っていう気がしています。まあいろんな方法があって、私がやってるのはその中の私が考えた変なやり方っていう感じですかね。水彩絵の具を使うときは、普通は薄い色から濃い色を使っていくんですけど、なぜなら水彩絵の具は乾いても水に濡れると溶けるので、次に塗った色と混ざってしまう恐れがあります。なので濃い色を塗っちゃうと、どん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 汚い絵になってきちゃうので、まあ薄い色から濃い色を使うっていうんだと思うんですけど、ちょっと今日はわざと濃い色、しかも黒を一番最初に塗ってみました。たまに間違えたことをわざとやってみたくなりますよね。まあいいや、続きを書いていきます。
んな感じの絵が完成しました。これはベロを出したベロの上の狼男というタイトルにしました。なんかこういう絵って一番自分らしい作品って気がするんですけど、でもこういう絵って売れない絵です。なんですけど、こういうのも描くことによって他の絵のアイデアも出てくるので、こういう絵は描くことにしています。なんでこういうのが売れるってすごい嬉しいんですけど、そういうことを考えないで描いています。なんかこういう絵じゃなくても描いてて充実するし、まあ他の絵も描きたくて描いてるんですけど、自分が描いてて描きたい絵っていうのをなんか違う意味で自分のためだけに描く絵って、たまに描かないとなんか絵描いてるって気がしなくなってくる時があるし、なんか自分が生きてる意味がないような気がする時もあるし、なんか生きていく上で私にとって必要なことなんじゃないかなと思っています。ということで今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。